ゼーラルーガヤ国、セーラックルーガヤ国は、ソマリア北西部の地域。ゼーラルーガヤ国は2011年に建国され、ソマリア連邦共和国の自治共和国となることを主張している。当初は、ゼーラ国と名乗っていたが、後に、ゼーラルーガヤ国を形成するために統一した。主要都市は、港湾都市ゼーラで、その他に、ルーガヤ、 アシャード、ハリラド、ジリ、ローヤカドがある。住民の多くは、ソマリアの士族ディルの一員である。ゼーラの旗島外地域の自治が、北部のアウダルランドや、自治区としてのみ、国際的に認められている未承認国家である、ソマリランドとの間で論争となっている。エジプシャン・ソルジャーズ・フロム・クイーン・ホチェパスット、SERQ エ,エクスペディションツーザ・ラント・オブ・パント、アズ・ディピクテッド、 モンハーテンプルアットディア・エル・ボリー、紀元前25世紀、ソマリア北部、エリトリア、そして、スーダンの高海沿岸と共にジブチは古代、エジプト人にプント国として知られていた土地が存在していた、最も可能性の高い場所と考えられている。プント国は古代、エジプトやファラオ、サフラーの時代に深い関わりを持っていた人々の国である。人々は、自国の香水や国単、 ショートホーンだけでなく、金や草毛、動物の皮を含む、近隣国の商品も取引していた。ハトシェプスト女王総裁伝のレリーフによると、当時プント国は、パラオーやアティジョによって統治されていた。イファトスルタン国は、アフリカの角に存在した、中世の王国である。1285年に、ワルシャマ王朝によって建国されゼイラを、中心としていた。 リファト国はソマリア北部に拠点を置き、そこからアフマ山脈に向かって南方に広がった。1285年に国王、ウマア、ワラシマがシェワを征服したとして記録されている。エチオピアの歴史家、タディッサ・タムラットは、同時期に皇帝、イクノアシラクがキリスト教徒の領土を統一しようとしていたのと、同じように、ウマアの軍事遠征を アフリカの角のイスラム教徒の領土を統一する試みとして説明している。これら二つの国家は必然的にシェワやさらに南の国家と衝突した。長い戦争が続いたが当時のイスラム教徒のスルタンは強く統一されていなかった。イファトは最終的に1332年にエチオピアの皇帝アムダセイオン一世に敗北しシェワから撤退した。 エチオピアの国王ヤグブユーセヨンやその部隊と戦うアダルの国王と兵士ヒジュラの直後にイスラム教はアラビア半島から早々に広められた。800年代後半、A、AL ヤクビ B はイスラム教徒がーン北部の海岸沿いに住んでいたと書いている。彼はまたアダル王国はジブチに接する北西部のアウダル地域の港湾都市であるゼイラに首都を持っていたと述べた。これは ゼーラを本拠地とするアダルスル単国が少なくとも9世紀か10世紀にまで遡ることを示唆している。ヨアン・エム・ルイスによると政治はソマリ化したアラブ人やアラブ化したソマリ人からなる地方の王朝によって支配され、彼らは同じように設立された南部のバナディール地方のモンガギシュ王国をも支配した。この創設期からのアダルの歴史は エチオピア帝国との戦いの度重なりによって特徴を付けられた。絶頂期には、アダル王国は、今日のジブチ、ソマリア、エリトリア、エチオピアの大部分を支配した。1888年、ワルサンガリスルタン国のモハメド・アリ・シャイアのような当時の、ソマリ人君主との継続的な条約に署名した後、イギリスは、イギリス領ソマリランドと呼ばれる地域に保護国を樹立した。 英国はアデンから保護国に部隊を駐屯させ、1898年までイギリス領インド帝国から統治を行った。イギリス領ソマーリランドは1905年までイギリス外務省に、その後はイギリス植民地省によって統治された。1980年にはバーレ政権の道徳的権限が崩壊した。ソマリ人の多くは軍事独裁で人生に幻滅を感じた。 政権は次第に全体主義体制となり、エチオピアに支援された抵抗運動が全国に広がり、結局ソマリア内戦とバーレの追放につながった。この地域の住民の多くは、ソマリ族の士族ディアケのガダブール氏文家や一サ文家に所属している。ありがとうございます。